はい、皆さんこんにちは、こうへいでございます。今日はですね、先日ね、僕も動画でも言いましたけれども、残念なことにね、青島マリンパーク、こちらがですね、2月、もうね、2月入りましたよ。2月をもってですね、サービス、営業終了ということでですね、一応ね、まだね、青島マリンパーク側はですね、営業は終了してしまうけれども、設備の取り壊しとかについてはまだ考えて、まあ、そこまでは進める予定はありませんと。要は、クラウドファンディングとか、そういった支援を募って、現在の老朽化した設備を、こう、直せるように、改築できるように、努めていく、全力を挙げていく所存ですっていう、一応後付けをしているので、追記をしているので、もうこれで完全に、なんていうんですかね、もう、再建の道が閉ざされたっていうわけではないんですけれども、まあ、ただね、やっぱり昨今の状況とか見ていると、なかなか厳しい、状況下に置かれていることは確かというですね、中でね、本当にスタッフさんとかもすごく、今もね、頑張ってお仕事されてるかと思いますが、そんなですね、ちょっと青島マリンパークね、まあ、僕もね、動画でも紹介したコメント欄とかでもね、やっぱり最後に行きたいと思いますだったり、ね、本当に残念ですっていうね、コメントとかも見たんですけども、ちょっとですね、最近その、まあ、青島マリンパークもそうですし、要はその聖地巡礼のその聖地ですよね。そこでのですね、ちょっとマナーだったりトラブルっていうのが、要はマナーがあまりよろしくなかったりね、トラブルっていうのも起きてるということをですね、青島マリンパーク側が発表して、で、ちょっとね、ネットニュースにもなってたんですよね。今回はですね、まあ、これについて、お話ししていこうかなというふうに思います。はい。まあね、ちょっとトラブルっていうのはね、そのマリンパークに、もう、ここ最近ずっとそうらしいんですけども、もう常に満車。車、駐車場ですね。常に満車だったら常に入園制限をかけてるような状況なんですよ、今。平日でも。平日、休日、まあ休日とかだったらもっとすごいでしょうね。本当にね、もうとにかく、閉園の発表してから、ものすごいお客さんがいっぱい来てるっていう状況らしいんですよね。毎日毎日。で、やっぱりそういった中でね、スタッフさんも結構対応とかね、追われていて、まあ、大変だと思うんですけれども、そういったですね、やっぱりスタッフさんに対するトラブル、要はね、なんか苦情、まあ苦情だったらまあまだしも、その、言われのないね、こうなんだろう、誹謗っていうんですかね、こう、罵ったりとかね、そういう感じの、ことをね、したりとかする、やっぱりお客様いるらしくてね。こういうのはね、やっぱりいけないですね。はい。この誹謗っていうんですか?これは良くないと思います。はい。まあ、当たり前なんですけども、ね、悪口言っちゃいけないとか、当たり前なんですけど、うん。でね、このね、ちょっと出来事を通じて感じたこととしてね、初期のね、頃、沼津がね、アクアの舞台になりますってなった直後のね、頃をちょっと思い出しましたね。はい。やっぱりね、聖地にさせてもらえてるっていうことをね、改めて認識しなきゃいけないなと思いましたね。はい。まあもちろんね、沼津市としてもね、ラブライブサンシャインっていうコンテンツがね、沼津に来ることで、ものすごいこう、ね、バリューを受けれた、恩恵を受けれたっていうのはあるんですけれども、だからといって、こうなんて言うんですかね、ファンが、こう、威張っていいっていう理由には何一つならないですよね。はい。あくまでも聖地巡礼させてもらってるんだっていう、ね、そういう感覚でやっぱりいないといけないのかなと、思いますよね。やっぱり、そこが聖地であるっていうのは、自分たちがその聖地を使っていいですよっていう聖地として、こう、アニメ内で作品で登場させていいですよって、こう、ね、認められて、誕生したものなので、青島マリンパークなんかむしろそうですよね。もうめちゃくちゃね、これまでテレビアニメ、劇場版、あらゆるコンテンツなどでもね、非常に多く登場して、もう、本当に、ラブライブとの、もう、なんていうんですかね、本当に、もう結束の強さがね、まさに象徴されたような場所なんですけれども、まあ、だからこそね、まあ、特にね、最近とかは、コロナ禍明けとかでね、ラブライブを知ってね、そこで新規の、お客さんが来たっていう話も聞いておりますので、ね、本当に最近になっては結構、そういったね、まあ、ビギナーの方も逆に来るようになったっていう話があるので、そういったね、
きっかけが生まれるってことがいいことなんですけれども、まあ、だからといってね、閉園してしまうからといって、スタッフさんにね、誹謗する、要は悪口言ったりとか、ね、言われのないことをこう、ね、言ってしまうっていうのは、それはね、違うんじゃないかなと思いました。で、淡島マリンパーク側も当然そうですけども、ね、閉園したくて閉園してるわけじゃないじゃないですか。ね、ね、苦渋の決断でもう閉園せざるを得ないっていうね、やっぱり状況なので、むしろね、そう、これで、ね、僕ちょっと、これもちょっと感じたことなんですけど、よくコロナ禍を乗り切ったなって思いましたね。はい。コロナ禍一番ひどかった時なんか、もうやばかったじゃないですか。もう、なんだよ、国内旅行すら許されないっていう風潮あったじゃないですか、一時期。はい。まあ、それもね、打撃与えるんで、僕は今でもどうなのかなってちょっと思ってる部分あるんですけど、まあ、それは置いといて、本当にね、地方とか大打撃だったんですよね。それをね、むしろ乗り越えたっていうのが僕は本当にすごいなって思いました、逆に。うん。なのでね、もちろん閉園してしまうことは残念なんですけども、逆にコロナ禍を乗り越えたんだなと、コロナ禍でね、亡くなってしまった事業者さん、観光のね、関係で運営していた会社とかね、いっぱい潰れたって時期もありましたけど、よくそこ乗り越えたなっていうふうには本当にね、今でも思ってるところなので、いや、本当にね、何回も言いますが、淡島マリンパークね、本当に、まあ、お疲れ様でしたと言いたいですし、一応ね、後付けで、追記でね、まあ、さっきも言いましたけど、再建への道を考えてますっていう、ね、まあ、支援を募るっていう形なのかな、だと思いますのでね、まあ、それに関してはね、もう、僕もできる限りね、応援していきたいなというふうに思っております。はい。まあ、ということでね、ちょっとね、皆さんもね、そうですけど、初心に帰ってね、聖地巡礼とかもね、改めてしていただきたいなというふうに思いました。はい。皆さんのね、見解もね、ぜひね、コメント欄にね、たくさん書いてください。お願いします。もしね、この動画がいいな、と思ったら、グッドボタン、高評価、チャンネル登録もお願いいたします。では以上、浩平でございました。バイバーイ。